皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の高子録のテーマは、他人の評価よりも自分の心を優先ということについてお伝えしていきたいと思います。例えば自分が新しく何かチャレンジをしたいとか、こんなことをしてみようと思った時に、いろいろなこと言われますね他の方からとかね、特にその方がどう思うっていうのを聞くようなタイプの人だと、余計にこう外野の声っていうのは入りやすい環境を自ら作っていることになるんですけれども、参考に聞くのはいいんですけれども、最終的に決めるのはご自身なんですよね。だから他人の評価、これをしたら人にはこう思われるんじゃないかとかっていうことを考えているとですね、キリがないんですよ。でその時には私もね、よくクライアントさんから相談されるんですけれども、こういうことをしてみたいと思っています、先生はどう思いますかとかいうね、そういう質問のされ方が多いんですよ。でその時に私が必ず答えているのは、アドバイスをするにしてもですね、その人の考え方とやりたい方向性に沿ったアドバイスをしたいなというふうに思っていて、例えば A と B という道があったとして、正解も不正解も基本的にはないんですよ。その人が選ぶっていうことにおいては、それぞれの道にその人の違った未来がちゃんと用意されてるんで、どっちでもいいんですよ状況的には。ただその A を選ぶ基準がどういう風な未来の姿になりたいから A を選ぶっていう風に言われた時には、その未来の姿だったら A より B の方が早道かもしれないとかいうアドバイスができたりするんですよね。ですから唐突にですね、こういうことがあります、先生はどう思いますかって言われると答えようがないっていうのがまずあるので、だから結局聞いちゃうことになります。あなたはどうしたいのって言って、でそうすると大概私はこうしたいですっていうふうに言われるので、それがもう答えなんですよね。私はこうしたいんですって言って、じゃあ、A でいいんじゃないですかとかね、じゃあ B でいいんじゃないですかとかって言うと、あ、そっかみたいな形で納得いただけたりするんですよね。要は自分の本心っていうものを見つめ直さないで、どっちがいいかっていうのをね、打算的に考えるケースもあるんでしょうけれども、結局心が入った状態で前に進まないとですね、自分で自分を後悔してしまうことになるんですよ。だから他人の評価を、あとは言動とかね、聞きすぎてそこがブレるぐらいだったら、もう自分の思いを優先した方がいいですね。結局自分の思いを自分で優先するっていうことは、その決断に対して覚悟ももちろんあるし、責任を取っていくっていう覚悟も当然そこには出てくるわけですよね。ですから他人の評価よりも自分の心を優先すると、人生に責任を持てるようになる。だから結果責任を持てるようになるってことは、それだけ熱量を持ってその時間と選択を、元にね、過ごしていくことができます。だから自分の心を優先した方がいいっていう、そういうお話になります。このあたりね、結構自分の心をごまかしながら生きちゃうっていうタイプの人もいますので、今一度自分は本当に何をしたいんだろう、何をやりたかったんだろうっていうことは考えてみるっていうのはいいかなっていうふうに思いますので、ご参考まで。それでは。